はい、こちらですね、この前ちょっと表だけ映して、中映せなかったんだよな、狭かったから場所が広いところに持ってきました。サンダーバード2号です、これ、はい、かっこいいです、はい、でこれがね、今井の、どうやろうな、今井が廃業する前ぐらいに売ってたのかな、あの144分の1、ガンダムと同じサイズで、売ってる、売ってた、はい、サンダーバード2号パーツ構成こんなんです、はい、すごいよ、レジンやな、レジンパーツに金属パーツがダダダダーンと入ってて、でこれね、スーパーフォーミング素材って書いてあって、こんな感じ、はい、長さ52センチ、横が39センチ、高さが24、これ定価がなんと驚愕の2万5000円ですこれ今ちょっと、ね、改めて見てたんですけどね、サンダーバード2号ってあのデザインがイケてるよな、相変わらずやけどサンダーバード2号イケてるわ、かっこいいねんな、とりあえず中、ちょっと見てたんですね。中開けてみましょう。こんな感じです。これが説明書とデカール。あ、ちょっと俺もちょっと、あ、ちょっとやんちゃんの背中に乗った。これね、すごいよこれ。こんな感じです。これはね、多分ね。まあ、形になったとしたらね、多分飾っとけるでしょうね。まあ自分の重さでね、へたってくる可能性はありますけど、これ本当にね、4キロから5キロぐらいありますよ。4キロから5キロぐらいある。で、あーと思ったのが、こう、コンテナね。コンテナが、あの、コロじゃなくって、ちゃんとこの丸いやつで、コロ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 って転がるようになってるのが、これがね、あの、あ、そうかもなって思わせんのよな、これ、うん、これ普通やったら、あの、今井の安物やったらこの辺にあのコロ走行のなんかあの車輪かなんかがついてるようなんですよ、フッじゃないんですよ、これで、ボディがこれです、これ持ってみよう、こんな感じです、めっちゃ綺麗に抜けてんね、これこれ美しいって言っとくわ、これコンテナもだからあのそのまま持てへんかったらストーンって下に抜けるぐらいのものなんですよ、で、くるんだりして元に戻して、で、ここにね、細かいやつやな、横の、全身翼に後ろの、あの部分やな、で、このね、あの発泡スチロールの中にあの金属パーツとかが入ってるんですよ、これがあの2号の背中のとこやな、後ろ の, あの羽のところパーツとか、これがホワイトメタルのパーツ、これだけでもあのまあお世辞抜き1キロぐらいあるって言ってもいいぐらいの、はい、でこれとこれね、あとはこっちや、これが後ろのあのドカーンってなるね、バーナーのところで、あとこれが足ね、あのコンテナを下ろす時の足、これ畳んでるところ、これはコロのとこかな、下のコロ、これもね1キロぐらいありますよなんだこれ、でこれがね、あの実はね、今回ね買った時に、2バージョンで売ってて、これ実は店で2バージョンで売ってまして、これがね、今井
今井って書いてるのがこっちやねん。でもう一つはね、あの中身同じなんですけど、中身同じやねんけどね、あのねビッグモデルっていう名前に変わってんねん。今井じゃなくてビッグモデルっていう名前になったやつがあってビッグモデルって書いたやつがあって、そのビッグモデルって書いたやつは中身同じ構成なんですけど、あのコンテナの中身がついてんねん。コンテナの中身がプラモデルでついてて、そっちのビッグモデルはね、サンダーバード4号、サンダーバード4号と、磁力牽引車っていうのかな、磁力牽引車かなんかが、ビッグモデルの方がついてるんですよ。構成は同じやねん。だからおそらくね、まあこれは想像の範囲内ですけど、あかんで、今井でこれを2万5000円で売って、2万5000円で、で、誰も買わなかった、誰も買えなかったって言い方が当たってるのかな。突如として2万5000円のプラモデル、まあまあ、レジンパーツ、キットが出るわけやから、2万5000円で。だから、その後廃業した後、ビッグモデルっていう言い方で、残りを売ったんじゃないのかな。だから販売価格が、こっちの今井は2万5000円なんですけど、ビッグモデルはね、中身同じでも、値段が違うね。ちょっと今ここじゃなくて倉庫に置いてあるの、それはね、こっちのやっぱ今井が、この今井の方がやっぱ正当派やからこっち持ってきたんやけど、ビッグモデルの方は同じで、ここがビッグモデルって書いてあるだけで中身の構成一緒で、コンテナの中のメカがプラモデルで中に入ってんの、まあ、また持ってくるわ、はい、ということで、これがねサンダーバード2号、144分の1やつ。これ。すごいな。ざっくりと。まあ僕らね、小学校の時ぐらいな、小学校低学年ぐらいの時にサンダーバードはもう恐ろしく見たけど、まあこのサイズやな。このサイズのサンダーバード2号がね、買えるとは思いもしなかったな。今井価格、はい、ね、確か廃業したはずなんですよ。廃業してこれはね、見たいっていう方は一定数いてると思うんで、またね、何か受け入れる体制かなんかを考えますわ。はい。